マルト・ケラーは、スイスの女優、オペラ演出家。バーゼル出身。幼少期からバレエを習っていたが、16歳の時、スキー中の負傷により、断念、女優を志す。ベルリンのいくつかの劇場で働いた後、1964年にデビューし、ドイツのテレビドラマやドイツ映画、フランス映画など、ヨーロッパ各国の映画に多数出演、可憐な美しさで知られるようになる。1976年、マラソンマンでハリウッド映画に進出。ブラックサンデーのテロリスト役や、ボビー・デアフィールドのアルパチーノの相手役、ビリー・ワイルダー監督の詩集、クリント・イーストウッドが監督したヒアフターの医師役などで知られる。第30回カンヌ国際映画祭では審査員を務めた。1999年には、フランシス・プーランクのオペラ、カルメル派修道女の会話でオペラ演出家デビュー、フランス批評家協会から最優秀オペラ公演賞を受賞するなど高い評価を受けた。2004年には、初のメトロポリタン歌劇場で、モーツァルトのドン・ジョバンニを演出した。ありがとうございます。